大緑ウキは草杉カズラ族の一種。観賞用のアスパラガスの代表的なものである。日本の園芸関連ではアスパラガスプルモウサスの名で流通しているが、これはかつての学名を金読みしたものである。アスパラガスは食用のものもよく知られるが、観葉植物として利用されるものも数多い。そんな中で単にアスパラガスというと、 平面に広がった細かな緑色の枝葉を伸ばす。一見ではシダ類の葉に似て見えるものを指すことが多い。それが本種である。元来は先端がどんどん伸びて数メートルのツルになるものである。園芸用の品種としてはあまり伸びなくなったものも作られている。細かい葉のようなものは葉ではなく葉そのものは茎に張り付いて小さくなっている。これは本属の特徴だが 本種では、これが鋭い棘に変化している。学名は、以前から、A、プラモススバックがよく使われ、原田もこれを取っている。園芸方面では流通の上でもこの学名を、金読みにしたアスパラガスプルモーサスが使われている。英名は、アスパラフェルン、つまりアスパラガスのシダである。鶴生の多年生双本。根は、多少とも多肉質になるが、根形は発達しない。 茎は緑色で長く伸びると長さ数メートルにも達し半肝と状となる。茎はよく分子を出し、その枝がさらに枝を出し、葉のように見える。刈り葉は細い円柱状で無毛6から12個を群生させる。それらの枝葉はすべて平面的に広がり、全体として三角形の葉のようにも見える。小枝の基部には本来の葉が変形した鱗片型葉があり。 これは下向きに曲がったトゲ状となる。花は春に咲き、枝先に一重なし、白くて計2ト、mm、ル。液化は計6ト、mm、ル、国子色に熟する。食用のアスパラガスと同様の匂いがある。南アフリカ原産。観賞用に栽培し、鉢物や切り花としても使う。特にカーネーションやスイートピーの花に合わせる添え葉として用いられる。八丈島や、 伊豆大島では半日影の路地で栽培が行われる。特に編集のシノブ忍キエー、プラモススバリエーション、ノネスは全体に Y 性で、カリバは基本編集より細かく密につき、葉全体も短くまとまるものである。これはキリバよび鉢物のアスパラガスとして最も多く栽培されている。ただしこの編集も長く栽培するとっつを伸ばすので、 普通は5年目くらいまでが鉢物として扱いやすい。他にピラミダリスプラマドリーズは、ナヌスが立ち葉になったような姿をしているものである。緑棒テンシマスは、狩り場が平面に広がらないもので、灰色が粉白を帯びる。また、偽場がより細長い。米倉ク二、梶田忠カ BG プランツ和ミ学名インデックス。2015年2月13日閲覧。以下。 記載は、種として、朝山ホか、P147、園芸植物大辞典に1、P90 朝山ホか、P147 朝山ホか、P147 派というリストは、A、セタッチアスジェシップノニスの表記をとっている。これは、生物学上の変種ではなく、園芸上の品種であるとの判断であることを示す。園芸植物大辞典1、P90 朝マホカ。 P146 原田 P123 ありがとうございます。